どうやって妊娠したんですか？自分の知ったきっかけみたいな、どういうふうに知りました？でもこれ上の子の時はまだ付き合ってる時で「生理来てなくない？」って言われて、それがパートナーさんですか？ MJ に「生理来てなくない？」って言われて「そういえば来てないかも」って「いつだっけ生理次は」でも1週間遅れてるってなって、1週間だけです。それなのに気づいて言われたんです。言われて、で私遅れたことが一度もなかったから、ああなったりね、すごい。だからで検査したらうっすら出てて、いやうっすらだと思って病院行って、病院でもやっぱりうっすらで、もう1週間後に来てくれって言われて行ったら妊娠してますっていう。早すぎると薄いんだった。知らなかった。薄いからワンチャン違うかなと思ったけど、ゆうちゃんクッキーバーンだったの？私普通でしたけど、でも早い子だと思ってた。うちの旦那がもう本当に子供大嫌いで、やばい、焦る。その時本当子供が嫌いすぎて、だからなんかそのお店とかに行って並んでる時に子供たちがいてワンワンしちゃったりとか、お店に子供がいると途端にそのお店はもうやめっていうぐらい子供が大嫌いって分かってたから、うわーみたいな、あもう絶対ダメだ、終わったみたいなどうしようどうしよう、知られたくない。その時結婚されてますか？うん、してなくて、で既婚だから、だから「あやばい」もうこれで言って終わりかもしれないみたいなでもそう思っちゃいますよね。そうでももうさすがにね、もう2ヶ月になっちゃうとやばいと思って、私も妊娠検査で調べてたらくっきり普通にガッて出てくるから、だって私の時は22歳とかだから、だからもうザーってなって、いやもういやこれで相手が子供好きとかもうね結婚したいとかやってたら別に全然いいけど、そうじゃなかったから、ああ終わった、私一人でシングルマザーかもしれないみたいな、なんかそういう感じでぐる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 ってなって、トイレからなかなか出てこれずみたいな、出てきてああどうしよう、ああどうしようみたいな、でも一人部屋でもうなんか一人で友達に。仲良しの友達、親友の友達に速攻電話して出たけど何にも言えなくて、無言のままずっと「てん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 」ってなっちゃって、そしたら友達が「おめでとう」って言ってきて、もうそったら「おめでとう」って言ってくれるんだねってなって、「でもねいいんだよね私産んでも」みたいな、「そうだと思ったよ、そうやって言ってくると思ったよ」みたいな感じだったから「なんで分かったの?」ってなって、でもなんか無言でそんな電話出ることないから、なんかよっぽどのことだって分かったって言って。すごい。枝野さんいつぐらいに行ったんですか？それで分かって、その後すぐに、その電話の後すぐに旦那に「話したいことある」って言って、もう多分その次の日ぐらいにはもう会って。そうか、一緒に住んでるわけじゃないですもんね、あれ付き合ってるので。そう話して、そうなんて帰ってくるおろせって言われるかもと思いながら、超ドキドキしながら言って、もう大丈夫だと思う。そうですね、もう順風満帆で必ず行きたいな。すごい。旦那はそっから子供がよくなった。自分だけとかですかね、やっぱり。今でも子供は嫌いなんだよってずっと言ってるけど、もう誰から見ても子供好きだよね。ゲーム行けないですよね、ゲームセンター行かないですよね。出産で立ち会いました？立ち会ってるよ。それはほらなんかもう2人とも病院職員だから、だからなんかしかも自分の職場で産んでて、そうだ、結構したことある。先生たちもみんな知ってるから。そうだ、それがもういやすごくないですか？夜中の11時11分に生まれたんだけど、でもそれが本当は自然分娩で産む予定だったけど、本当それこそ10時半ぐらい、夜の10時半ぐらいにもうダメだっつって、多分へその結果2回巻いちゃってて、もうダメで降りてこなくて、どういうこと？陣痛はすごいしてて、お腹も痛くてなんだけど、へそのが首に巻いちゃってるから、下に降りようとするたんびに苦しくなってグーってなっちゃって、子供が、赤ちゃんがで心拍下がるって言って、おかしいって言って降りてこれないんだってなって、緊急で切開して、そうそうそう、産む形になって、そうそう、そのギリギリでそれを決断してってなった。私がダメだから、旦那さんのお母さんがダメって、もう平井修さんダメって言われて、お母さんが言うのちょっとダメだ、自分で言ってください。なんかそれは神秘的なものだから、そんなものを見せるべきじゃないみたいな、お母さんが言ってて、でもう MJ もビビってるし、そうビビってるから無理で。もう外で待機、3人とかですか？ 3 回3人とも、うん、3人目の時なんて朝ごはん私食べれなくて出たんだけど、夜中に病院行って朝ごはんこう陣痛で苦しんだのにグースかグースか寝てて、寝てやべって腹立つ。朝ごはん出てきたけどもう無理、食べれなくて、お腹痛くて食べれなくて、その朝ごはんをきれいに食べて。MJ がね、でちょっと催してトイレに行ってる間に生まれたらしくて、旦那さんがいませんって言って、タバコ吸ってるのかも、赤ちゃん見せてくれるんだけど、生まれたら、でも旦那さんがいないから見せられないと思って困ってて、電話とかなんだっけ、館内放送とかってMJ なんかトイレこもってるから出てこれないのよ。そのちょっと長いですもんね、トイレね。朝ごはん食べるからでしょ。タイミングでごめん。面白い。ちょうど生まれた時ですね。この時そうなの。はい、ということで皆さん、本日も動画見てくださってありがとうございます。今回は先輩のママの出産のお話だったり、そういうね動画になっております。やっぱりそのお母さんによってと言いますか、子供によって座りから出産まで体調の変化だったり、周りの環境だったりが全然違かったりするので、いや大変だなーって本当に改めて思いました。そしてね、自分自身のためにもそうなんですけど、出産というものは一般的にこうだって思い込んでしまうと、自分がちょっとでも違った時にパニックになってしまったり、これっていいのかな、こんなことありえるっていうことが起きてしまうと思うんですよ。でも本当にいろんなお母さんの話だったり、出産の時の話だったり、大変だったこと、なんか楽だったことっていろいろ聞いてるだけで知識が自分の中で増えていくので、あ、これはこういうパターンも確かあった人いたから大丈夫かだったり、これって不安だから大丈夫か、あ、でもこれ聞いたことあるなって、なんかそれだけでも自分の安心の材料になるかなと思うので、皆さんも含めてね。なので、なんかいろんな人の体験だったり、体験談だったりを聞くのって、なんかいいのかなって。それでなんか不安に思ってしまってネガティブになる方がいたら、ね、ぜひそれはやめていただきたいんですけど、なんか、こんな意見があるんだ、大変だったんだね、じゃあ自分の時もこうかもしれないなーって思ったり、なんかそういうポジティブな、受け取り方をできる方がいたらね、ぜひいろんな方とお話ししてみる機会があってもいいのかなーと思いました。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。